どうも、ハマの YouTuber 宮野和です。今回はポケモンマスターズやっていきます。ってことで、ポケマスにもね、お正月が来ました。はい。まあ、背景もね、お正月仕様になってるんですけど、今回もバディーズサーチやっていきます。右上ご覧ください。27,000個溜まっております。はい。1回10連がね、3,000個で引けるので、今回は90連引いていきたいと思います。で、今回引いていくガチャなんですけど、こちらです。シロナピックアップ、それから、ワタルピックアップ、そう、こちらが来ているので、こちらにね90連、使っていきたいと思います。でどうやらこの渡るがねめちゃくちゃ強いらしいんで、まずはねこっちの渡るから引いていこうかなと思います。そうキャラ的にはねシロナさんの方が欲しいんですけど、まあ、やっぱり渡るからいこうかな。で今回の提供割合なんですけど、星5の確率なんと 10%、 そういつも 7% なんですけどちょっと上がってますね。でピックアップの渡るが 2% という感じです。まあもちろんね一番狙いは渡るでいきます。でシロナはこっちからは、出ないのかな。そうですね、出ないですね。なのでまあワタルをね、引ければシロナの方をね次行きたいと思います。ワタルがね90連で出なければ、まあ、今回ちょっとねシロナの方はお休みという感じにしようかな。はい、では行きましょう。10連バディーズサーチ行きます。さあ2020年初のポケマスガチャ行ってこい、ポリゴンショック。まあ、今回 10% ですからね、出てくれることを祈ろう。いつもより確率上がってるから期待が高まる。さあどうでしょう。お、いいんじゃない。陶器、オホミカ、嬉しい。でちなみに今ねちょっとカラオケで撮ってるので、もしかしたら周りの音がねうるさいかもしれない。うん、うっ、何これ。ってことでトウヤ引けましたね。何今の演出、すごい一種地方のマップが出てましたね。からの、うん、鈴菜。いや今の演出は初めて見た。変わったのかな、なんかガンビさん2連発。はい、10連目から星5引けました。トウヤですね、嬉しい、初ゲットです。この調子でいきましょう。あの演出なんだ、あんな演出今までになかったんでちょっとびっくりしました。20連目行ってこい。さあどうでしょうか。僕もちょっとねカラオケでね声が枯れている。さあここはどうでしょうか。あー演出が渋い。マッチス、もうほとんど星3星4はゲットしたかな。なので飛ばしていこう。お、ズミ、これ初ゲットかな。うん、まあいいや、まあいいね。星5は引けなそうかな、ここは。うん、私はザクロ、カラス地方朝陽シティのジムリーダーです。そこに壁があれば登るだけ。ってことで星4初ゲットです。ザクロ、XY のジムリーダーかな。はい、そんな感じで、ズミも初ゲットでしたね。ズミとザクロ初ゲットできました。ありがたい。星4だと多分まだダツラさんね、未だにゲットできてないんで、まあ当てたいね。ダツラさんとボーマンダ使いの誰だっけあれ、うん、ルビサファの四天王ね。さあ30連目。お、演出いいんじゃない。確定演出、ボーマンダ使いの名前忘れちゃった。さあ確定演出だ、頼むよ渡る、欲しい。もう海竜がめちゃくちゃ強いらしいんだよね、ドラゴンタイプ。おー、ホミカ、ホミカ嬉しいよ。かぶりだけどホミカが出るとテンション上がるわ。からの、お、きたー、来ました、引けました。30連目で、すごい。やっぱりあれですね、あの星5の演出変わりましたね、ちょっとだけ。なんかその地方のマップが表示されるみたいですね。お、もう一人、マジ。渡る2枚目、すごいな、こんな弾けるとは思わなかった。
マジか。ってことでまさかの30連目かな40連目か忘れちゃったんですけど、渡る2枚引きです。びっくり。 OK、 じゃあもう渡る引けたんでこっちのガチャは OK です。次じゃあ白な引きましょう。ちょっとポケマスクリスマスガチャの時もそうだったんですけど、最近ガチャいいね、ガチャ運がいい。さあポリゴンショック、渡るゲットできたんで、もう白な出れば完璧ですよ。前回のクリスマスガチャもね、そのズミと名前忘れちゃった、そう2人引けたんですよ両方とも。今のも確定演出じゃないか、確定だった気がする。さあシロナが出るかどうか、シロナも欲しいよね。お、なんだこれ、いつか俺も、おお。ってことで勇気引けました。マジか、オメガルビーアルファサファイアの主人公。おお、父親はセンリーですね。一番ハードなポケモン勝負、また引けたか。おお、来た、やばい今回。ってことで沢城みゆきさんじゃなくて、ライチさん弾けましたね。そうキャラクターボイスは沢城みゆきさんなんですけど、マジおからの、そうゲンジさん弾けました。傲慢だ使いのねこの人です。見極めたよガンビ、マジか。ってことで今回かなりガチャ運いいぞ。ライチさん弾けました。ライチさんはね物理めっちゃ強いらしいですよ。物理の中では最強クラスで、この勇気も結構ねライチさんに劣らず強いキャラですね。で星4でボーマンダ使いのゲンジさん初ゲットです。やばい今回ガチャ運が良すぎる。いきましょう、まだ50連目とかだと思うんですけど、すでに星5が何体引いた、もう5体くらい引いてると思う。さあここも確定演出ですね。今回確定演出多いな。白長引ければもう完璧よ、神引き間違いなく。さあ行きましょう、どこで止まるか、ホミか、嬉しいからの、あーかぶりかこれ、勇気っぽいね。おー樹海院、マジか、今日だけで2体目、すごいね、大盤振る舞いだね。こんないっぱい星5引けるとは思わなかった。やっぱり確率 10% は嘘じゃないですね。普通に出るからね。ってことで残りは星5は出なそうかな。結構もう同じような人が、続出するけど、ここは、新規はなしですね。ただ勇気2体目引けました。さあ行きましょう、残り30連かな、残り40連か、いきます。さあどうでしょうか、60連目かな。演出は渋いがわからないよまだ。ここは出なそうかな、確定演出ではなかった。飛ばしてみましょう、もうガンガンいくよ、ちょっと巻きでいきましょう。いやー白な引きたいな。もう僕ねポケモンダイパ世代なんで、やっぱダイパといえば白なさん、 BGM かっこいいからね、チャンピオン白な欲しいところです。そうキャラクターとしても結構ね範囲攻撃できるんで、そう自信が結構強いらしいんで欲しい。さあ70連目ですけど、確定演出だ、やばいな今回確定演出が当たり前になってきた。さあどうでしょうか、白長星、ツツジ、おー飛ばしちゃった。ってことで演出飛ばしちゃったんですけど、プリムさん引けましたね、星5です。いやー今回バンバン出るな星5キャラ。いやークリスマスガチャの時も良かったんですけど、今回はそれ以上の引きが、もうこのすでに神引きですね。てかこのこれ誰、これめっちゃ来るなこのキャラクター。おからの、
ってことでついにダツラさん引けましたね。星音もこれでゲットしたんじゃない？全部おそらくこのダツラさんで星音は全部ゲットしたと思う。 OK です。プリムさん引けましたね。では残り20連です。白菜が引ければ終わり。もう完璧よ。ただね、もう出なくても今回結構引いてるんですよね。結構結構ってめっちゃ言ったけど、だってもう海流の渡る引けて、ね、物理最強のライチさんと、まあ、勇気も引けたんでね、もうすでに、うん、完備引きと言っても過言ではないですが、まあ、白菜引ければもう最強。白菜引いた時にはもう発狂だよはい、ってことでここは出ないかな。そうですね、もうほとんど伸びしろに変わりますね。それはそれでありがたい。では長かったガチャもこれが最後です。90連目。この最後の10連で引くのがね、もうダイパ世代ですよもう白野さん引くから、てん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 てく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 最後に見せることはできなかった。はい、そんな感じで90連終了でございます。でも今回だけで結構引いたんじゃない？まあ、ここに映ってる白野さん引けなかったですけど、ちょっと当たったキャラ確認していきましょう。図鑑ですね。もう図鑑で持ってないキャラがカリンさんでしょ、星5のカリンさん。それから、これ誰だっけ、そこのカトレアか、カトレア、あと、これ誰だっけ、ギーマ、あとシロナとイベントのサカキ以外はもうキャラ持ってることになりますね。そう、イベントのサカキのねやつサボっちゃったんで手に入れれてないんですけど、あとことねか、ことねも手に入ってないんで、まあ、だいぶね持ってないキャラも少なくなってきたんで、今後ね、引ければなと思います。はい、そんな感じで今回は、90連渡るシロナのねバディーズサーチでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のポケマスまたは他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。